こんにちは、こんばんは、おはようございます。まみチャンネルの時間でございます。今日はイザナミゼロをやっていきたいと思います。はいはい、というわけで、音縁読みの主催神ゼロ超絶ゼロというわけで、イザナミゼロです。ちょっと前にイザナミゼロが降臨した時に、伸びた運枠で行こうと思いまして、プレイしたこちらの方をゆるっとゆるっと解説はてな、びっくりはてなと、なんかまあ感想的な何か形にしたかなと思っております。まあ、バハムートはとりあえずサマーライナーがマストですね。なんですけど、全然挟まれてないんですけど、うまくいくときは行くんですけどね、やりたいんでね。まあでもヒルボールがあるので大丈夫でしょう。で、ここまで来ると、位置に気をつけなきゃいけない。おかしい、中速回復し、次の面が左上にヒリボール出してくれる、操っているので、操っていたプリプリ、プリプリじゃないんですけど、種類がなんかいるんで、少しだけだと思います。左上スタートが望ましいなと思います。回復をさらっとできるように。2面はすごい難しいらしいです。起こしてくれた。2面が一番なんか鬼門だっていう話を、友情かなんか確証してたのかしら、わからないんですが、はい、これで佐々木こちらで倒せるんで、そして鬼も倒すっていう、でバファムート優先ですね。鬼も倒せればベストです。すごいいい位置にね、レイちゃんが多い。ここなんか楽々抜けられそうだな、この感じだと。全然いいでしょう。バハかな。うわ。見たくは回復。この位置に。この位置にいるのが見たく。まあ、こちらでもいいんだけど。バハムートも、バハムートは倒せるので、そうだね、地雷の秒数にもちゃんと気をつけていかないといけませんね。これで倒したんだよね。あ、倒しきれない。やっぱ弱点ってすごいよね、そう考えると。弱点パワーはたまんないですね。たまんないですね。剣を取ってクリアしたかったのかな。できるだけ地雷の回復をしたいですね。で、3面に行きます。このね、ナイフ持ってる、ナイフだよね、これね。この子なんて言うんだろうね、この即死確定の。どこ行こうとしてんだろうね。バハ入るか悩んでんだろうな、きっと。いや、やっぱり少し迫っている。即死されたらもう本当そこで終了だもん。みんなの位置を見て多分考えたんだ。バハムートの間入れるといいなって思う。いや、バハムートと即死の間入れたらいいなって思ってるって。バハムートの間、まあこれはこれでまあいいかなと。そして出たいね。できれば出て即死を倒したいと思ったら出たんだけど、あ、回復したいと思ったのかな。でも多分ダルタちゃんで倒せると思うので、ライン来てます。大丈夫かな。あ、スピードアップ乗ってたみたいな。 OK、 ちょっと今一瞬
不安だったよね。のび太の運枠ってでもさ、実際全然競馬の方がいいんだろうね。でもなんか新しい運極で私チャレンジするとか言って、なんかツイッターでなんか行きまいちゃってでチャレンジした。これが案外良くてですね、まあ攻略の達成になるか分かんないんですけど、これやっぱダルタニャン強すぎない？何今のエグいよね。もういい位置すぎでしょ。なのでまあまあ参考になれるか分かんないんですけど、なればいいなと思いつつです。はい、次が何番バトル4か。これもとにかく作詞を倒して、バハを倒して、鬼も倒して、倒しきれない。まあ大丈夫でしょう。大丈夫かな。あーでも友情で倒せるか。そこにいるのがレイちゃんとかしかいないからちょっと怪しいなって思ったんだけど、さあここでレイちゃんで倒さないとまずい。薄めで入るのかな。そうだよね、それしかないね。危な危な、今のめっちゃ危な。ちょっと低かったもんねちょっと今の危なかったよ。回復したいよね。サク当たんないで回復したかったよね、どっちかっていうと。ダルタニャンちゃんすごいよく眠るね。私のっていうかフレンドさんのなんですよ。いやダルタニャンも本当欲しいよね。みんなよう頑張って。あ、これはなんかいい感じで入りましたね。あ、痛い攻撃でも位置が良かったからそんなに食らわなかったですね。回復終わりだね。回復しつつ倒してバッチリな気がするよ。ね、このままオス戦入れるんじゃないかしら。ダルタニャンすごい。あ、まだか。次まだ中ボスか。中ボス最後ラストかな。ババハムート。あった。ここも横間でしょ。上行くの。まあ優勝か。でもやっぱダルタニャンを生かした方がいいね。ご利用しようこかもいいかもしれない。するんだよね、のび太くんの SS 使わずじまいで倒してしまった気がします。なんか波ゼロもなんか慣れればそんなに負けない気がします。やっぱり人間ってすごいなって思うのは、なんか最初の頃なんて私波ゼロなんて倒せる気しなかったのに、やっぱやっていくうちにちょっとどんどん分かるようになるのがなんか嬉しいなって思いますね。だんだんクリアできるようになるというか、ノミゼロだって多分うまく連れてっても勝てるようになったので結構得意な方に入るかもしれないです。まあ、まだまだ未熟なんですけど少しずつ。いや、小次郎もクリティカルもいいし、小次郎の意外と衝撃波3つ結構役に立ちますからね。なんかあの即死攻撃とか倒しきれない時とかになんかたまにこちらに当てたら大技をしてくれたみたいな時もあるし。闇落ちした、助けないと。お、見つけた、素晴らしい。絶対私今そこにステイだと思って
びたくんは絶対間入るでしょ、のハムくんは。あ、でもそんなに誰かに。バカいっぱい。横かな。いや私はそう入る。なんか間あると入りたくなっちゃうよね。何なんだろうね。上がってちょっと回復できたらいいなと思って。結構ギザギザ、ね、そうだね。ちょっと危ない。エディフィールド全開。AP フィールド全開。謎の。いいよ。あーこれね、日右入ってくれたら素晴らしかったのにね。ねえ、何でもこれでちょっとあったり、これでも抜けられると思うけど、この辺は黄泉の国から逃がしはせん。バトルフィックスボス1面クリアです。で、2面です。はい。すごい固まってんな。びっくりするぐらい。サバハイ行きたい。私もそう思います。硬いね。大きいもんね、このバハム。でもさ、集まってるおかげでレイちゃんのさ、AT フィールドめっちゃ効くよね、これね。ダルタニア守られてるか。攻撃ない。一回左挟んで右に行って特殊を倒したい。届くのか。届かない。あ、届く。これはナイス。しかもダルタニアの攻撃がめっちゃ良かったんだよ、これ。そう、これもこれもあの、ほんと位置が良くてもう素晴らしかったなって思う。本当にダルタニアンありがとうと思って、このシーンやった時にダルタニアン絶対引かなきゃって思いました。未だに引けてないからね。引きたいんですけどね。もうラストなので張っちゃおうと思った。でも嫌とか言って一回迷った気がするけど、話すか。はい、いっぱい回復できるね。のび太はそこで倒す。下のイザナミが回復をしようので、本体の早く早めに倒す。倒したい倒したい。倒せた。ダルタニアンのおかげ。大体ダルタニアンのおかげだね。ここでもダルタニアンは活躍する。しばらくでも抜けた気がする。うん。よいしょ。ザクザク、ザクザク、貫通してください。オッケー。エンティフィールドが守ってくれるもん。のび太の回復も今何もいらないなっていう。こちらを使うかな。最後使うと気がするんだ。よしよし、次。いけ。かわいいよ小次郎。危険ツバメ返し。危険ツバメ返し。もう勝ち申した。ありがとうございました。復唱したんだ。そういえば、そう、ツイートしたんだけど倒せたよって。あー、おめでとうございます。自分ですが、わーい、よかったよかった。なんかなかなかもうほんとダルタニアのおかげなんですけど、勝ち申しました。はい、落ちません。亀ゲーでした。亀クエってツイートしましたね、私と。まあ、なんですけど、ナミゼロは何体か持ってるので、まあ、ゆるっと回って
あのすごい長い年月をかけて運曲作れたらいいなって思ってます、無謀って思ってます。ありがとうございます。はい、今日のコーデはいつも通りモンスターストライク T シャツです。はい、普通に下ろした髪型でございました。最後までよかったら聞いてあげてください。いろいろ告知があります。はい、最後にお知らせが何点かあります。あのマミチャンネルでツイッターやってるので、よかったらフォローしてください。あと YouTube のチャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。チャンネル登録してくれたら、あの、ね、何万人記念とかでいつも記念枠としてコスプレしたりしてるので、よかったら応援のほどよろしくお願いします。はい、あと LINE ライブとしてね、あの生放送も毎週日曜日やってるので、よろしくお願いします。そしてあの LINE のね、公式アカウントもできたので、友達追加の方よろしくお願いします。あのね、もろもろのそういう登録の仕方は下の概要欄に書いてあるので、よかったらそちらをご覧ください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。またね。